見えざる目の姉妹を操り、古の修道院を汚したのは悪魔アンダリエルで間違いない。これは不吉の前兆に過ぎる。ホラドリムの古文書にはアンダリエルと他の四小悪は反旗を翻し、三大悪であるディアブロ、メフィスト、バールを地獄から人間界へ追放したと記されている。三大悪は人間界に大災厄をもたらし、人間との激闘の末ソウルストーンに封印された。アンダリエルが人間界に現れたということは、地獄の軍勢が再び三大悪の配下に入ったのかもしれん。だとすれば由々しき事態だ。修道院が地獄の砦となり、東への道が永久に閉ざされる前にアンダリエルを倒さねばならん。はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日はね、ディアブロ2リザレクトのアクト1のボスのね、アンダリエル戦やってみたいと思います。とりあえず装備が今のところね、レアの弓、あとこれはまあ毒の効果、ちょっとアンダリエル毒使うんで、ちょっと効果時間短いのがいいかなと思ってつけてます。あとはまあ毒物耐性、あとレアのなんだっけ、レザーアーマー、これは別に大してないですけども、でユニークのリング拾って一応つけてます。あんまりね効果は大したことないですけども、マジックアイテムドロップ率 MF ってやつね、マジックファインドが 18% ついてるんで、まあなんかね、アンダリエル倒してなんか出てくれれば嬉しいなっていう感じですね。あとまあこんな感じですね。あ、これもねユニークの靴が出ました。でバーバリアン用のねスキルのリープがプラス2になるやつついてますけども、歩き派、走る速度もね上がるんで、まあいいかなと思ってね、せっかく出たんでこれもつけてます。まあ、こんな感じですかね、装備は。これでいきたいと思います。これがね、地下墓地の第4階層クエストログ、アンダリエルを倒す、やっていきたいと思います。紹介もしておけばよかったかな。なんか動かねえ。あ、ユニークがいるじゃん。うわわわ、なんだ、なんか動きが悪いな。うわわわわ、なんだ。スタミナポーションもらっておこう。動きがすごい悪い、なんで？うわ、重い、なんかすごい重い、反応しない、なんで？録画しながらやってるからかな、そんなことないよな、前も録画しながら撮ってたな。ダッシュで
じゃあ、いきますよ。どう、ちょっと待って。ポーション飲む。スタミナポーション飲んどいて。すごい丸い。はい、ではね、傭兵一回らせたんで、もう一回行ってきます。わー、死ね、マジで。あー、動きが悪い。ちょっともう一回戻る。やばい。やった、倒した。あー、冒険を。悪の女王もこれでおしまいね。出たかな。あー、なんも出ねえ。レアがいくらか出たからいいかな。クエストログ、ワリブと話して、大将と共に東に向かう。ああ、ごきげんよう。どっちと話せばいい？カーシャと話してる。アンダリエルは滅び、我々皆が新たな明日を迎えられる。倒れた姉妹たちの冥福を祈ろう。残った者はその分まで生きねばならん。私は誤解していた。お前は真の英雄だ。お前は我ら姉妹が長きにわたり信奉してきた気高き精神を体現してみせた。ではお別れだな、友よ。生活戦かけ、これは確かに偉大な勝利であったが、さらなる戦いが待っている。わしも共に旅をしてできる限りの力を貸そう。よいか、ディアブロは砂漠でまだ何かを探し求めている。必ずあやつの目的を突き止めるのだ。それができなければこの悪夢は永遠に終わらない。アイテム判定、あからさん、なんか話あるかな。あからさん、あ、びっくりマークついてないな。ああ、やったのですね。返せない借りができてしまいました。あとは私たちの修道会最高の日を目指すばかりです。心よりあなたに感謝いたします。で、戦利品は
育成武器くらいにはなるか。どうだろう。でも大したことねえな。これも大したことないか。栄翔速度、スキル発動速度ってなってるけど、これ魔法の栄翔速度の間違いなのかな。スキルの発動速度って魔法以外のスキルも発動速度が速くなるっていうことではないですよね、確か。これはまあなんか育成でちょっと使えればいいかなぐらいですね。売り値が5000になってるんで、ここで売ったらもったいないな。破滅のサークル、まあこんな感じですね。チャルシさんはなんかお話あるかな。こんにちは。何もなかった。何もなかったですね。では今回はね、これで動画の方はね、終了して、アンダリエル倒してアクト1終わって、で次はアクト2の、入ってやっていきたいと思います。今日もね、最後までこんにちは、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ね、ワリブさんに話しちゃうとムービー始まっちゃうんでね、それは次の機会にね、やっていきたいと思います。ね、今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。